こんにちは。今回のステージはこれです。そう、サバイバルステージですね。皆さんは、YouTube の、ディスカバリーチャンネルはご存知でしょうか？私はあのチャンネルの、マジで、ガチのサバイバル動画が大好きです。そこで今回は、ディスカバリーチャンネルでおなじみの、ザ・秘境生活を、AI 工事にやってもらおうと思います。この工事には、HP があり、左回り、右回り、前進、交代ができます。サバイバルなので、HP は徐々に減っていきます。HP が0になると、最初からやり直しです。工事は、前方にレーザーを発射することで、そのレーザーが衝突したものを認識することができます。そして、このサバイバルのクリア方法ですが、まずは、この視界が悪く、何もない土地を抜け出さなければ、何も始まりません。抜け出したら、森と水たまりのあるエリアに来ます。ここには、貴重なタンパク源となる、イモムシや昆虫のような食料が、ランダムな場所に出現します。これを食べると、HP が少し回復します。この森には、火起こしに必要な木材も、落ちています。ファイアーアーはサバイバルに必須なので、これもゲットする必要がありますね。水の確保も必要です。大きな水たまりは、濁っていて飲むと感染症にかかる恐れがあるので、横の土を掘って、ろ過された水を飲みます。水を飲むと、HP の減り方が遅くなります。木材をゲットしてから、この、風をしのぐことができる拠点に来ると、火を起こすことができます。火起こしまで完了すると、フィールドの角に脱出エリアが出現し、そこに到達すれば、サバイバルクリアとなります。ただし、草原にいる猛獣に当たると、最大 HP の半分が減ります。さて、ルールはこんな感じですが、AI はこれをうまく、やってのけることができるのでしょうか？いいひひひひ。今回も、いつものように強化学習を使うのですが、いつもとはちょっと違う、報酬の与え方を追加しています。工事に、好奇心、を与え、工事自身が周りのものに対して、どの程度驚いたか、目新しさを感じたか、その程度に応じて工事は、自分で自分に報酬を与えます。当然、目新しければ何でも良いというわけではなく、今回の場合、サバイバル脱出という、最終的にたくさん、報酬をもらうために役立つような、目新しさを発見しなければなりません。まあ簡単に言うと、今までは偶然もらえた報酬を、またもらうように頑張っていたけど、今回のようにフィールドも広く、いくつかのステップを、順番にこなすような、偶然ではほぼ不可能な複雑なタスクを、クリアするために、AI が積極的に、周りを探索するような手法を、追加しました的な感じですね。AI に好奇心を導入、ワクワクが止まりません。見ての通り、最初は同じ場所でなんかしてますが、しばらくすると、脱出成功しました。このまま見てみましょう。貴重なタンパク源もゲットしましたね。ちなみに、ディスカバリーチャンネルのサバイバル動画では、虫の幼虫やクモなど、いろんなものを生で食べることがよくあり、見るのが大好きです。お、木材も発見することができましたね。そしてその後は食料を取りつつ探索していましたが、水飲み場は発見できずに、今回は体力がなくなりました。こんなことを延々と繰り返して学習していきます。木材をゲットして、火起こしに成功。そこで他には何かできないのか試してみてるのかな？そんなことしながら力つきました。そして、膨大な回数を学習した結果、こうなりました。まずは迷わず森に直進、無駄な行動は体力を奪いますね。森に着いたら、辺りを探索です。木材を見つけ、貴重なタンパク源は無視、おう。水
飲み場も見つけました。これで最低限の生命維持はできますね。食料は HP 的に取らなくてもクリアできることを学習して発見したのでしょうか。木材を持ってきたので火起こしに成功。これで脱出ポイントが出現します。見事脱出しましたね。おめでとう工事。真上からも見てみましょう。今までの強化学習では、報酬の与え方をいろいろ工夫していましたが、今回の報酬は脱出した時のみ与えています。それでもこんな風に、こちらの用意したギミックをクリアするように学習して、本当に面白いですね。脱出ということで僕のサバイバル動画どうだったでしょうか。YouTube のディスカバリーチャンネルにいろんなサバイバル動画とか、まあ他にもいっぱいあるんですけど、そういうのがたくさん上がっていて、それは結構期間限定で公開されてるんですけど、Dプレイっていうアプリではですね、それが全部無料で見ることができるので、ぜひ皆さんもサバイバル動画すごい面白いんで見てみてください。僕もサバイバルシリーズめっちゃ見てるんですけど、その中でも面白いのが、サバイバルゲームっていうシリーズと、ザ・秘境生活っていうシリーズです。ザ・秘境生活っていうのは、一人の人間がカメラ一個だけを持って無人島とかに潜入して、最大60日ぐらい自然の中のものを活用して生き延びるっていう感じで、もう一つのサバイバルゲームっていうのは、カメラマン付きで何人かで密林とか、まあ結構いろんな場所に行くんですけど、まあその場所場所でサバイバルしていくっていう感じで、そっちはですね、もう本当に生の幼虫をそのまま食べたり、こうバッタとかをそこら中にたくさんこう飛んでるバッタとかをバーッ全部捕まえて、団子みたいに生きたままこうこねて、そのままこうパクッと食べたりして、めっちゃ生々しくて、でそれを食べた時の、その本人の表情がめっちゃまずそうなんです。それを見るのがめっちゃ面白いです。サバイバルゲームっていうのはやっぱりカメラマンと一緒にサバイバルしに行ってるので、サバイバルをしている人を撮っているカメラマンの話っていうのが、サバイバルをしている人を見てるわけですから、どんぐらいヤバいのかっていうのを結構喋ってくれて、まあ、そういう番外編もあってめっちゃ面白いです。で、他にもですね。で、こんな感じでね、面白い動画がたくさん Dプレイにはあるので、ぜひ皆さんダウンロードして、見てみてください。